はい、というわけでどうもこんにちは、マッキーです。今回も龍が如くとやっていきたいと思います。今回は第2階層からやっていきます。ファイナルハワイダンジョンでございます。エンドコンテンツです。行きましょう。よし、さあ今回はどんな敵だ。船の上なんでここに来るんだよ。おかしいだろ。なんだここは船の上。そんなバカな。これも邪念とかそういうもののせい、幻覚みたいなもんかもしれねえな。だがそれにしちゃ、あれ、妙にリアルだな。あれ出てくんだよ、さ、サベー。おかしいだろ、マジで。バカみたい風に言うと、サメだね。サメよ。サメなのよ。なんでバカみたい風に言うんだよ。キリュウさん、歌いたいの？なんてな。なんてなじゃねえよ。ちょっと。なんてなんじゃないわよ。何のんきのこと言ってんのよ、キリュウさん。くっそ、行くぞみんな。でも全員でかかれば全然余裕なんじゃない。さあ行くぜ、太陽の暴君。なんか前よりでけえ気がすんな。いや、でけえだろ。シャークプレス。痛いんですけど。調子がいいね。あ、火が弱点か。だが。あ、いけないの？エレキスイング。あ、まさかの。え？サメで電気があれとかあんの？あの、弱点じゃない属性とかあんの？てか全部火のやつ壊れたんだけど。キリュウさんに壊されたな。どうしよう。じゃあ、爆炎参加行く？他は？いけないか。爆炎参加行くか。これはどう？爆炎強えな。というか60レベル。よし、じゃあ早速いきましょうか。じゃあこれセーブ魂だね。セーブ魂。あ、裸でーす。はい、行くぜ。はい、バリバリハープです。はいはい、お願いします。デリバリーよろしく。よろしく。さあ伊達さん、警視庁。派手に決めてやるぜ。伝説の刑事伊達誠。なぜショットガンなのかはわからない。スナイパースコープをつけたショットガンなんてアホなのかな。あ、やっちまった。伊達さん、装備が効きません。シャラクセ使え。いや死にに行くぜ。セーブ魂。セーブ魂じゃないや、セーブの刑事魂です。せえ、任務完了。計算通りだぜ。4500いくね。え、マジか。ちょっと待って、だってこれ弱点じゃない属性なんでしょ。弱点じゃない属性ってなんて言うんだろうね。いけないか。このぐらいしかいけないんじゃない。荒くれ結果。おら、1300いいね、結構。あ、おい、え、あ、斬撃属性もあれなんだ。じゃ、斬撃でいくか、キリュウさん。一番強いのはこの技。ほいほいほい。ほら、よいしょ。1400ぐらいか。いや、いけないんかい。火が弱点だから。ちょ、頑張ってもらう、頑張っても。ほら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 。ダンシン、シャークライジング、攻撃力上昇、結構強いな。見せてやろう。俺もいけるってことは、斬撃属性もいけるってことは、一旦瞬発力をどうにかして上げた方がいいな。いや、爆炎で上げて、これはどう？分身で面白い感じでいこう。超必殺いくか。友情の極み。おう、俺たちの絆見せてやるよ。敵はいないんですけど、敵いないんでカット。オッケー。バインドボイス。だ、食らったか。誰も食らってないか。大丈夫か。よし、キルさん行くぞ。超畜梅。
はい。はい。ちょっと待って、無理。早すぎる。メガシャークアタック。あいちょー。ちょ、画面が。画面がやばいで。ちょ、一旦回復入れる？死んでもらっても困るからな。ちょ、ソンヒちゃん、もうちょいこっち来てほしいけどな。あー、ソンヒちゃん。入んなかった。シャークプレス。お、これ来たな。瞬発力アップ。よし、アウンドもいけない。ヘイオラッシュいけない。ヘイオラッシュ、桜竜王儀、いいね。2000ぐらい食らうじゃん。ハケランプやったから、いやい、いや、こいつは重いぜ。残影刻み。おら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 。1630、こっちの方が強い。いくぜ。これでいこう。攻撃力アップするから。おら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 。いいね。バインドボイス。孫悲ビビり？なんでビビっちゃった？うっそ。やばい、これ孫悲ちゃん攻撃しないで勝っちゃうな。おい、孫悲死にそうてかみんな死にそうだな、割と。じゃあ一旦回復入れます。安ぜ、みんなのこと安よ。回復だ。ありがとう。 OK、 手加減はなしだ。キリュウさん大丈夫。意外とこの技強かったな。よいしょ。シャークプレス。全然食らわなかったね。よかった。よし。これで終わりなんじゃないの？分身切り。分身。はい。はい。一発で今1300食らったけど。強すぎ。オッケー。上昇上昇。人生これ成長。まだまだ。上がまたいい男に。俺もまだは。めっちゃみんな上がるねレベル。いいね。さ。今回もなんとか勝利できたな。あひれ。切り落としたんかな。マジックガードアッパー。ん？あれ？場所もいつの間にか、いつものダンジョンに戻ってるぞ。本当に下平だったってこと？信じられない。君の悪いダンジョンね。ゲームマスター誰なんだよ、マジで。こんなの作り出せるやついるの？ああ、俺心霊とかホラーとか苦手だからよ。こういうのちょっとビビるっつうかダメなんだよ。ナンバはホラーが、ダメだね。ダメよ。ダメなのよ。本当に好きなんだな。本当に歌いたいんじゃん。なんてな。さあ、今回も疲れたし、一旦切り上げようぜ。はい、宴会しようぜ。お、そういや前回、ちーちゃんたちが料理を作ってくれるとか言ってなかったっけ？え？そんなこと言ってたっけ？言ってたじゃん。なんだよ、楽しみにしてたのに。冗談よ。約束は約束だからね。今回の打ち上げは任せてちょうだい。ソンヒさんとサイコさんも手伝ってよね。うん。オッケー。いいだろう。面倒だが、まあたまにはいいだろう。やったぜ。なら善は急げ。いや、善は急げだ。早く行こうぜ。おう。どんな料理？ちーちゃんうまそうだね、料理。ソンヒちゃん、不器用なんじゃない意外と。なんかやべえ料理作ってくるんじゃないの？ポイズンクッキング的なね。あ、リボルバーで行くの？さて、買い出しも済んだし、お楽しみの打ち上げタイムだ。いやー、マジ楽しみだな。さっちゃんの料理がうまいのは知ってるが、ちーちゃんやソンヒも作れるんだな。さっちゃんはセブンの時確か、なんか作った記憶あるな。なんかうまいっていう話だったね。まあ、たしなむ程度にはね。まあ、富士宮家だからね。期待しておけ。
損しちゃ怖えな。あ、さっちゃんどうした？一番だけに作りたい。うん、どうした最高。あ、いや、魚買い忘れちゃったなと思って。魚か。ああ、確かに。せっかくハワイ料理作るんだからって、ネットでレシピ見て予習もしてたのに。ね、まあ確かに、肉より、魚のイメージあるね。ん？俺は別に魚なくてもいいぜ。この肉とかうまそうだし。そう。そう？なんか思うとこがあんのか。いや、せっかくだし、魚も食いてえな。そうだ。俺たちで魚釣ってくるからよ。三人は先に作り始めててくれねえか？一番。へえ。じゃ、大物期待してるからね。わざわざ釣りなんだ。買ってくるじゃダメなんだ。おいおい、俺らも釣りしに行くのかよ。もう腹ペコなんだけど。まあいいじゃありませんか。料理のお手伝いよりも食材調達の方がきっと私たちは役に立てますよ。ん？それ、俺に喧嘩売ってる？あれ？激励に触れちゃった。おっと、これは失言でしたね。あれれ？そんな雰囲気にならないで。ああ、よかったよかった。張さんがうまいのはもうみんな知ってますから。さあ、じゃあ釣りか。みんなで釣りか。この人数いたら一人ぐらいね、釣れてほしいね。何が俺たちで魚釣ってくるからだよ。全然釣れねえじゃねえか。そう焦んなって。そんなんじゃ釣れるもんも釣れないよ。そうは言ってもよ、誰一人当たりすら来てねえじゃんか。地球釣った方がいいね。この辺は割と釣れるってタクシー仲間の間では評判なんだけどな。それ釣れるのは魚じゃなくて客だったなんてオチじゃねえだろうな。お、来た桐生さん、む、おお、ついに来たか。さすが桐生さんだ。はぁ、リールを全く使わない。お、雑誌？しかも濡れてねえぞ、これ。魚じゃなかったか。なあ。だが、こりゃちょっと大物かもしれないぜ。あ、ビニールに入ってんのか。ビニールのおかげで中の方は無事だ。ちょっと見てみようぜ。エロ本か？おいおい、釣りしに来たんじゃねえのかよ。そうですよ、目的を忘れてはいけません。ふん。じゃあ、お前らは頑張って釣ってくれや。俺はちょっと休憩っと。ずる。そういうのはずるいよ。だな。まあ、休憩も大事だよな。ええ。確かに。筋トレもコンスタントなクールタイムが必要ですしね。筋トレキャラいつの間にかなってるからな。おお、これはまたたまんねえな、おい。おいおいおい、このパツキンの姉ちゃん、めっちゃドストライクだぜ。この鎖骨最高。鎖骨？ハン・ジュンギはこのページの中なら誰がタイプなんだよ。え、私ですか？私は別に。恥ずかしがってんじゃねえよ。ここにはその日もいねえんだ。さらけ出そうぜ。うん。まあ、この方なんて魅力的なんじゃないでしょうか。ソンヒに似てるな。やっぱ好きなのね。なんですか皆さん、その反応は。言ったんですから、皆さんの好みを聞かせていただきますよ。俺はこの子かな。腰からのラインがたまんね。ちょい待ち。残念、その子は俺が目つけてたんだ。他は当たってね。そういう話なんでだよ。キリュウさんは気に入った子いますか？そういえば、こっちの雑誌って袋閉じとかじゃないんだな。袋閉じをきれいに開けるのは俺の特技の一つだったんだから。えらいピンポイントな特技だな。おい。てか早く次のページ見せろよ。また。焦んなって、時間はあるんだから。そんな時間ないんじゃないの？やっぱこれ怒られるぞ、普通に。一匹も釣らねえでさ。あっちゃんも悲しんじゃうよ。夜だし。夜まで見てんのかい。おいみんな、もう夜だぞ。やっべ、結局一匹も釣れてねえな。すまん。すまねえ、俺がビニモンを釣ったばっかりに。
いや、どう考えてもその後の俺らの行動のせいだから。こうなったらやるしかねえか。ん？デリバリーよろしく。やるって何よ？チャーリーよ、本当にチャーリーよ。クレイジーデリバリー。チャーリー出てきた。クレイジーデリバリー。お待たせしました。クレイジーイーツです。新鮮な魚お持ちしました。ありがとうよ。魚があるようには見えないけど。ありがとうよ、チャーリー。あいつ、魚デリバリーしやがった。まあ、今からじゃ他に手もねえし、リボルバー戻ってその魚釣ったって言い張るしかねえな。夜だぞ、怒られるよ、さすがに。何時だと思ってんのって。おう、まだやってたか。おう。ただいま、大物釣ってきたぜ。へえ。すごいじゃん。ちゃんと釣れたんだ。とか言って、小魚一匹とかじゃないだろうな。小魚どころの騒ぎじゃねえぜ。どうだ？これが今日の俺たちの全てだ！ビニポン出すなよ。おおこんなの釣れるわけねえだろ。え？え？マグロって普通の釣り釣りで、釣り竿で釣れんの？てか思いっきり凍ってんだけど。あんたら本当にこれ釣ってきたの？おい。どうなんだ、ナンバー。行ってみろ！いや、あ、なんてこった。あら、いかがしい雑誌。まさかお前ら、釣りしに行くと言いながら、途中でこの本を読み始め、夜になって慌てて冷凍マグロを買って、ことを収めようとしたんじゃないだろうな。鋭すぎるよ。すいませんでした。ごめんなさい。謝ります。バッカモーンバッカモーンなんて言うんだね。かわいい。かわいすぎるよ、孫子ちゃん。土下座。正座です。やれやれ。男子中学生かってね。前からああなの。そうね、そうかも。キリュウさんまであの輪に入るとは思わなかったけど。全く変わらないんだから。ほら、料理できたから食べるよ。やったー！おお、うめえ。当たり前でしょ？お残ししたら許さないからね。お残しは許しまへんで。手作り料理最高。もう二度としょうもない嘘をつくんじゃないぞ。はーい。かわいいんだから。よかった。じゃあ続いていきましょうか。第3陣。はい、というわけで、ファイナルダンジョン、第3階層のボスやっていきましょう。行くぜ。よし。さあ、というわけで、第3階層の、ファイナルダンジョンでございます。前回はサメだったが、今度はなんだ？裸足と靴？誰だろう？あ、ブライス。ちょ、待って、ブライスと、エビナじゃん。なんでお前ら、競合してんだよ。俺は今回もきつい勝負になりそうですね。だが負けねえ。行くぞ、みんな！まあ、ぶっちゃけブライスは強くねえからな。ブライスは弱えから。余裕っしょ。さあ、孫子ちゃん行くぜ。とりあえず、エビナは弱点。よし。誰だ？誰で行く？あ、エビナちゃん弱点か。じゃあ、こっち行っちゃおうか。伊達さんはもう何回も見てる。で、友情の極みくぜ。おう、俺たちの絆だ。行くぜ。これはね、あれがいいんだよね。なんか自分たちの能力も上がるからさ、この技使うと。俺よ。ダウン。よし、6000。だいぶ上がるね。調子出てきたぞ。エビナからやるか。エビナが強いからな。いや、王竜で。どこ行った、プライス。あ、そっち行ったんだ。ほら、行くぜ。王竜かますぜ。で、行くぜ。ナンバーアタック。おら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 。これで攻撃力も上がるからね、自分の。
リセットディメンション。待って、俺こんな技見てねえぞ。俺そんな技見てねえぞ。え、マジか。全然知らねえ技なんだけど。なんか本当だったら使えた技なのかな。私が強すぎて使えなかったのかな、本番の時は。そんなわけでもなさそうだけど。まあ、いいか。先にエビナーやね。パウンド？ケイオラッシュ。ケイオラッシュいっか。OK！ オッケー。次攻撃。手加減はなしだ。いや、オーリーはやりすぎか。このぐらいで勘弁しといてやるよ。加減できねえ。ほらよっと。容赦しないぞ。一応こいつら四年隊って名前だったんだね。よく見たら右上四年隊って書いてあります。でも結構上がってるからな。ビッグバードでいける。いや、レッキ監獄でいけるか。レッキ監獄、よし。エビの槍、パージバレット。これはなんか見たことある気がするけど、あんま強くない技。大丈夫、ゾンヒちゃんいけるよ。分身切り、分身、はいはいはい。強すぎる。ちょっと待って、6100は強すぎないか。あ、もう勝てますね。いや、ケオラッシュで終わらせるか。いや、こういう時こそフルスイング。俺の最終奥義、最終裸奥義。なんか雰囲気を全部壊すんだよな、この服装が。最高の服装だぜ。錦のやつかっこよかったね、やっぱり。そう思うと。ギャグにしか見えねえもん。よし。オッケー。さあ、みんなレベル上がってくよ。本当にみんな上がるんだけど。大変だよ。よし。勝ったぜ。ふぅ、今回もなんとか勝利できたな。今回の打ち上げなんだろうな。強敵に強敵が組み合わさると半端ねえんだな。まあ当たり前のことだけどよ。これで3階層目突破か。まだあと2階層あるんだろ。どんなやばい連中が待ってるんだか。次アモンぐらいなんじゃないの。で、次が、その次がゲームマスターか。まあとにかく勝ててよかった。さあ、キリもいいし、打ち上げでも行こうぜ。ダイゴちゃんたち出てこないかな、次。次、ダイゴちゃんたちかもな。そうだな、今回は大変だったし、慣れ親しんだところで、ゆっくり骨がすみがてら、骨休みがてら飲みたいぜ。なら、リボルバーはどうだ。え、前回もリボルバーだったけど。一番気張らずに済むだろう。カラオケも歌えるしな。キリュウさんがカラオケ歌いたいだけな気がするけど、いいんじゃねえか、リボルバー。俺らのホームでパートのやろうぜ。最近ずっとバカみたい言ってるからね、歌いたいんだろう。よっしゃ、じゃあリボルバー向かおうぜ。さあ、というわけでリボルバー、おお、ケイちゃん。ん？あ？あれ、ケイちゃんだ。どうしたんだろう。マスターいなくなった。はあ、まったくどこで何してるんだか。やっほー、ケイちゃん。何してんの？今お店やってない感じ？あ、これは皆さんお揃いで。ごめんなさい。すいません。今マスターいないんでお店閉めてるんです。何？何？ではカラオケは。本当にカラオケがしたい男じゃん。歌えないですね。なんということだ。やっぱり歌いたかったんすね。最近この時間ちょくちょくマスターいなくなるのよね。何をしてたのか後で聞いてもはぐらかされちゃうし。夜にナイトストリートで見たって言ってる友達もいて、危ないことに首突っ込んでなきゃいいんだけど。それはちょっと心配ね。皆さん、もしマスターのこと何か分かったら教えてください。今日のところは帰ります。お店開けなくてごめんね。開けてくれてもいいのに、キリュウさんのために。キリュウさん推しだろ？どっ
こ行っちゃったんだろう、マスター。あのマスターのことだから大丈夫な気もするけど、まあ心配であるね。んじゃあ今日の打ち上げはリボルバーをやめて、マスターの情報収集も兼ねてナイトストリート方面にやるか。だな。だな。残念だが他に手はないな。ええ。やむを得ませんね。おい。とか言ってお前ら、ただ単にナイトストリートに繰り出したいだけじゃないだろうな。そこにはキャバクラがあったっけな。確か。そんなことねえよ。みんな遠い方向を向いてますね。目をそらすな。さあ、ナイトストリート。山いるか、山。もういないわ。ごめん、いなかった、普通に。改めて、夜にこの辺に来るとちょっと怖いよね。明るく楽しい観光地というハワイの顔とは違う。もう一つの顔といったところか。マスター、本当にこんなところにいるのかな？あの。お待ちください、あれを。え？マスターだ。ああ、俺だ。これから向かう。これは俺の中で最重要案件だ。抜かりはない。マスター？けっけっけ。面白いジョークだ。俺を誰だと思っている？いくつもの修羅場をこれまでもくぐり抜けてきた。このタスクは確実に成功させる。だから例のブツは確実に用意しておけ。ああ、では現場で。これブツは絶対なんか食べ物系だな。一緒だろう。柏木さんと一緒だろう。え、どこだこの店。おいおい、マジかよ。穏やかな感じではありませんね。案件とか物とか言ってたけど、闇の取引とかしてるのかしら。悪いのは人相だけかと思ってたが、マジでやっちまってる系なのか。俺はあのおっさん最初から怪しいと思ってたんだよ。トミー、後で謝れよ。まあ何にせよ真相を突き止めた方が良さそうだ。マスターが入っていった店に俺たちも入ってみよう。行ってみようって言っても、入った店ってドール&デビルズ。やっぱこれキャバクラだ。うん、あの店闇取引の温床だったりすんのかな。ま、虎穴に入らずんば孤児を得ずってな。言えない。待って。まあ虎穴に入らずんば孤児を得ずってな。とにかく行ってみようぜ。まかれちまったら今日は客として飲み食い楽しんで、また後日来たらいい。さすが元刑事さん、思い切りのいいことで。よし、行こうぜみんな。お、キラッキラだね。特に怪しいところは全部怪しいけどな。あアリスティアン、今日のダンスも最高だぜ。ストリップショー、ラブアルスー、ラブアリ。あ、やべ。見られたらこれどうなるんだろうな。あ、お前らなぜここに。それはその、もう視察だ。何のだよ、今さら取り繕っても遅えよ。こんなとこで何やってんだよマスター。店開けなさい、カラオケやりなさい。いや、みんな乗ってんじゃねえか。なんだかんだ乗ってるじゃねえか。そうか、ケイに言われてきたのか。あの電話も聞かれていたとはな、深く。ケイ、心配してましたよ。マスターが危ないことに巻き込まれているんじゃないかって。が、まさか、マスターがこんなにどっぷりこの店にはまってるとは思いませんでした。最初は付き合いで来ていただけなんだが、このポールダンスの迫力や、努力に裏打ちされた美しさにすっかり虜になっちまってな。すごいくねくねだね。うん、ちなみに俺の推しはアリスちゃんだ。いや、聞いてねえよ。いや、そうっすか。頼む、カスガ。このことはケイに内緒にしてもらえねえか。別に、後ろめたいわけじゃねえんだが、早々に自分の店閉めて、ここに通ってるってのはちょいと罰が悪いというか、俺の威厳に関わるところがあってだな。それを後ろめたいって言うのでは。そうでございますよね。まあいいぜ。俺らがどうこうする話じゃねえしな。ケイには心配はいらなそうって感じでごまかしときますよ。恩に切るぜ。
その代わりと言っちゃなんだが、今日は俺がおごってやる。みんなで好きなもん食うといい。マジ太っ腹すぎるね。十何人分だぞ。マジっすか、あざっす。おいみんな、今日マスターがおごってくれるってよ。よっしゃー、マスター最高。いいよ太っ腹。店員さん、シャンパンブラック頼む。私シャンパンロゼで。ああそれも一つ、あとロブスターのグリルとラムチョップ3つ。マジかよ。遠慮知らないな。まあいい、お前ら今日はブレイコだ、楽しんでいくぞ。おうマスター。うう楽しかった、お腹もいっぱい。眼福って読むのかな。いいもん見れたぜ。ありがとうよ。ありがとうなマスター、みんなを楽しませてくれてよ。何気にするな、ただ破産寸前まで行ったから次はうちの店で還元してくれよ。おう もちろんだ。それとケイには分かってるって C でしょ。内密にしといてやるよ、ただあんま心配させないでやるよ。ああもちろんだ。お客様、こちらポイント交換のブツになります。ポイント交換でアリスのチェキかい。チェキかい、アリスちゃんのチェキ。そんな。ミッションコンプリートだ。では俺はここで失礼する。おうまたな。え、これチェキって通所のチェキじゃなくてただの写真のチェキ。バイバイ、早えな。え、はいや。例の物ってジョーのチェキだったのか。うん、さてと私たちも戻ろう、騒いでたらなんか眠くなってきちゃっただな、次の探索も頑張ろうぜ。青、意外と、おケイちゃんいる、んケイだな。はあ、一番たちについていったらわかるかもと思って来てみたら本当に大正解だったとはね。ドールズ&デビルズか。私があそこのダンサーになってダンスフロアで会ったらマスターどんな顔するかな。悪い女だ。新しい楽しみできちゃった。怖いんですけど。 OK。 面白かったね。というわけで第4回層でした。あ違う、第3回層でしたね。次回で終わりになるのかな。第4、第5をやって、次回終了になると思いますが、楽しんでいきましょう。それでは、またね。